一谷衆議院議員、どうぞよろしくお願いします。皆さんこんばんは。日本維新の会の衆議院議員、一谷雄一郎です。今日は、維新の統一行動デーということで、やってまいりました。実は関西では22日が維新の統一行動デーで、多くの仲間たちが昨日は統一の行動をさせていただきました。今回我々維新は、皆様からのご期待をいただき、大変飛躍をさせていただきました。この関東地方でも、当選者が何人も、続出、そしてなんと大阪では14議席すべてが小選挙区で勝ち、そして私の地元である兵庫県9議席すべて当選をさせていただきました。皆さん誠にありがとうございます。感謝申し上げます。我々維新は、身を切る改革、今回の臨時国会でも文通費の件訴えてまいりましたが、まずは国会議員の身分を守らない、国会議員の職にしがみつかない、それが大切だと思っております。天下国家をかかるのが国会議員だとツイッターで橋本さんに、意見がありましたが、橋本さんがおっしゃる通り、やはり住民目線で1円たりとも税金を無駄にしない、そういった心意気がなければこの国を変えていくことはできないと思います。私は実は市会議員や県外議員を経験することなく、いきなりではありますが国会議員の職をいただきました。20年間医療の分野で仕事をし、そして将来の社会保障に不安を感じて政治家を目指すことにしたんですが、今回当選をさせていただき、やはり住民目線の大切さ、それをひしひしと感じております。そして我々をサポートしてくださる今日来ていただいている秘書の皆さん、そしてなんと多くの方が足を止めていただき、この統一行動デーの街頭を聞いていただく皆様がいらっしゃるからこそ、我々維新は飛躍をしていくことができます。衆議院選が終わったばかりではありますが、来年の6月には参議院選が始まります。この参議院選に我々もう一回皆様からのご期待をいただき、飛躍させていただきたい。現在の議席から21議席まで参議院の議席を増やすことによって、我々の改革はさらに加速していくことができます。今加速していくという言葉に SL も答えてくれました。どうか皆さん、我々維新の考え、今日ビラも配らせていただいておりますので、見ていただきご賛同いただけたらと思います。10万円のクーポン、これも大切な話、10万円の給付も大切な話だと思いますが、我々はやはりこのコロナ禍の中、停滞した経済を上向きにするために、次元付きではありますが消費税の減税、こういったことも訴えてまいりました。なかなかこの臨時国会では通らなかった法案、1月17日から始まる通常国会でもう一度練り直し訴えてまいりたいと思います。また我々は是々非々で政策を進めていきます。今回国民民主とともにトリガー条項、これを法案提出させていただきましたが、皆様の目線に立ち、この経済が良くなる、そのためには何をすればいいのか、自らの政党を守り、そして自らの既得権益を守るだけではなく、また上げ足を取るような政治ではなく、この日本の経済が良くなるためにはどうすればいいのか、その一点に集中し、他党とも是々非々で良い政策には賛成をし、政策協定を結び、そして政治を前に進めてまいります。私は思うんです。皆さん、政治こそ皆様の政策に密着をしている。政治が変わらなければ皆様の政治は変わらない。これは私は20年間医療や福祉の分野で仕事をしながら、民間の立場で改革を推し進めてきましたが、やはり法律のもと、規制のもとで我々は生活をしています。この法律や規制を変えていかなければ皆様の生活は変わっていかない、これを私は実感しているんです。ここは関東ですが、私は大阪で育ち、大阪で事業をしています。
大阪は大きく街が変わっていきました。その変わっていく街を肌で感じた大阪府民や大阪市民の皆様が、今回の全ての選挙区での小選挙区での勝利という大躍進を生んでくれたんだと思うんです。この関東も変わっていきます。この東京が変われば日本全体が変わっていきます。どうか皆さん、今一度次の参議院選に向けて維新に力を貸していただきたいんです。そして1月17日から始まる通常国会、これをしっかり皆様の厳しい目線で見ていただき、しっかり激励いただけたらと思います。また我々維新はいろいろな会議をオープンで YouTube で動画を流しています。それでも見ていただき、おかしいなと思うところはどんどん意見をいただけたらと思うんです。私たちは決して政治家という身分にあぐらをかくことなく、皆様と一緒にこの国を変えていきたいと思っています。これから30年間続く少子化、これは変えることができません。ならばこの30年間続く少子化、どのようにして乗り越えていくのか、今までの既存の枠組みでは私は無理ではないかと思います。日本の大改革プラン、ベーシックインカムをもとにした年金や社会保障を抜本的に変えていく、こういったプランを掲げております。まだまだ練らなければならないところも多くあると思いますが、完成したものを出すのではなく、我々は走りながら皆様と共に意見をいただき、常にバージョンアップしながら良い政策を訴え続けていきたいと思います。そのためにも皆様のご意見が必要です。どうか今日の統一行動デーのこの演説を聞いていただいている皆さん、我々に興味を持っていただき、そして政治に興味を持っていただき、皆様の手で政治を変えていっていただきたいんです。今日は衆議院会館に多くの高校生がやってきました。その高校生みんなが語るのは、やはり将来この国がどうなっていくんだろうか。我々が大きくなった時、この日本の経済はどうなっているのか、社会保障の問題、そういった大変心配気味な意見を多くいただきました。この30年間なかなか給料が上がらず、若い方の待遇が上がらない、そういったところを変えていかなければならないと今日も思った次第です。私はこの高校生の皆さんにこういうふうな話をさせていただいたんです。政治家が日本を変えていくのではなく、皆さん一人一人の思いが大きなうねりになり、ウェーブを起こし、そして我々政治家が動いていくんだと。ですから皆さん一人一人の力で大きな大きなウェーブを起こしていただきたいと思うんです。今関西には大きなウェーブが起きてきています。このウェーブを日本中で起こすために、次はこの東京、神奈川、埼玉、この関東地方で我々の勢力を伸ばしていきたいんです。我々維新は東京一極集中の是正をしたい、そういう話をしていますが、実はまだまだ大阪一極集中なんです。我々は、ね、大阪はまだまだ地方政党としての色が強いです。ここやはり関東で議席を伸ばしていただくことによって、本当の国政政党、日本維新の会が誕生します。そのためには皆様お一人お一人のお力添え、そして皆様一人一人が意見を出していただき、我々日本維新の会を強くしていただきたいんです。そのためにはどうか今日皆さん配らせていただいているビラを手に取っていただき、我々の思いを受け取っていただけたらと思います。現在我々衆議院は41名、大きく大きく飛躍をさせていただきました。しかしまだまだ私も新人議員であります。1年目やっと1ヶ月だったばかり、なかなか政治の語るには程遠い力ではありますが、日々日々皆様と共に、今日多くの同志がビラを配っていただいているこの同志と共に、この国を変えていきたいと思います。本日は多くの方が街を歩き、そして毎日を楽しんでくださっています。オミクロン株も脅威があります。どうか皆さん感染予防にも十分気をつけていただき、年末年始楽しく過ごしていけたらと思います。しかし日本の政治は変わりません。これを変えていくのが我々日本維新の会だと思います。皆様お一人お一人のお力をいただき、そして今回法案通りませんでしたが、文通費の件や消費税の減税、
トリガー条項、こういったことに対して次の通常国会で訴えをしていきたいと思います。本日私は関西から来させていただき、あろうことがこの第一声、この場で演説をさせていただきました。それでは本木田議員や小野泰輔議員、地元の議員の方が、来られましたのでマイクを譲りたいと思います。どうか皆さん兵庫県の活動も見ていていただけたらと思います。兵庫県の衆議院9人力を合わせて頑張ってまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。ただいまマイクを握ってもらったのは兵庫県から兵庫1区、花の1区、神戸市灘市の一谷雄一郎衆議院議員でした。関西では圧倒的な結果をもたらしていただきました。大阪は15区、15選挙区、大阪府全域で勝利、兵庫でも、1名小選挙区で勝った。その他9選挙区ですが、そこも全部比例復活をした。東京も続けたばかりに、この後関東の衆議院議員も壇上に上がっていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またご紹介したいと思います。今日は千葉からもですね、藤巻健太衆議院議員、38歳藤巻健太衆議院議員、今到着いたしました。千葉県千葉6区松戸の方、市川市の方いらっしゃいますか。市川市と松戸市ですね。藤巻健太さん、みずほ銀行から先日の衆議院選挙で晴れて千葉6区から当選しました。藤巻健太38歳、お願いします。ありがとうございます。こんばんは。私、日本維新の会の衆議院議員、千葉県選出の藤巻健太と申します。大きなマイクの音、大変ご迷惑おかけしております。日本維新の会、今回の衆議院選挙で関東7面の衆議院議員誕生することができました。維新というと大阪の政党ではないのか、そういうふうにお思いの方も決して少なくはないかもしれません。確かに日本維新の会、大阪では自民党を上回る支持を得ております。しかしそれは維新の改革によって実際に街が良くなったから、それに他なりません。私たち日本維新の会は確かな改革の手法、確かな改革の実績がございます。その改革の手法、それを用いてここ東京でも関東でもしっかりと確かな改革成し遂げてまいります。私たち日本維新の会、この国会でも文通費改革訴えてまいりました。第二の給料と呼ばれる文通費、これを国会議員の歳費に加えると約3400万円と言われております。このコロナ禍で多くの人が困窮する中、議員だけがぬるま湯に浸かること決して許されません。大きな改革をする前に、まず議員自身が身を切り、そして改革を前に進めていく、そうでなければ筋が通りません。まず私たち議員自身が襟を正して身を切り、そして皆様にお願いをする、そうやって大きな改革、私たち日本維新の会は必ず成し遂げてまいります。ここ新橋駅の一角をお借りいたしまして、ご利用中の皆様にしっかりと約束させていただきます。私たち日本維新の会、身を切る改革必ず成し遂げてまいります。確かな改革しっかりと成し遂げてまいります。しがらみのない政治を行ってまいります。私たち日本維新の会、特定の宗教、特定の組織、特定の団体、そういった方々の支援を一切受けておりません。確かにその分選挙では不利になってしまう、そんなこともあるかもしれません。しかしだからこそ、特定の誰かの顔色を伺うようなそんな政治をすることはございません。本当に市民のためになる、本当に町のためになる、
特定の誰かの顔色を伺うことのない、特定の誰かに利益を誘導するようなことは決してございません。私たち日本維新の会は本当に町のためになる、本当に国のためになる、そんな政策提言しっかりと実行してまいります。また私、さっき紹介していただいたように38歳、まだまだ若輩者ではございます。しかし国会議員、40歳未満の国会議員、全体の国会議員の中で約 5% にも満たない活動となっております。若い視点、若い力で国政に必ず開けてまいります。皆様どうぞ日本維新の会、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。続々と国会議員を壇上に上げていきたいと思いますが、今お話しいただいたのは千葉6区、市川とそれから松戸の方、ありがとうございました。藤巻健太38歳、慶応大学から水沢銀行を経て、当選をさせていただきました。さあお待たせしました。もう最近は文通費、小野泰輔、小野泰輔、昨年の東京都知事選挙では小池百合子さんに果敢に挑戦し撤回敗しましたけれども、先日の衆議院議員選挙で初当選を果たしました。東京大学経済学部出身、東京大学法学部出身、世界最大級のコンサル会社アクセンチュアですね、外資系のアクセンチュアから熊本県の副知事小野泰輔、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました日本維新の会、衆議院議員の小野泰輔でございます。新橋街宣も本当に久々となりましたけれども、この41議席を、維新に衆議院選でお与えをいただいたということで、政治が少しずつ動き始めているということも実感をされている方もいらっしゃるんじゃないかと思うんです。私どもが、この、国会で独自の法案を出せるようになったと、そして国民民主党と組めば予算案も出すことができるということで、3日前に閉幕をした臨時国会においても政府のやっていることについて追及をしていく、10万円を配るやり方が、ここまでこの政府がどんどん方針を変えて、そして松井市長をはじめとして自治体の皆さんの言っていることの意見をしっかり聞きながら制度をより良いものにしていこうというような形で動かせた、こういったことも皆様方から41議席をお預かりをできたことの表れだと私は思っています。そして私自身はやはりおかしなことはおかしいというふうに言えるようなこの維新のメンバーとして活動できているということが非常に今ありがたいというふうに思っているんです。皆さんもよくご存知の文通費問題、私が指摘をさせていただきましたけれども、同業議員でも同じような問題意識を持っている人たちは、たくさんいました。しかしこれを自民党で、例えば、この文通費問題が、この告発をしたとしてもですね、おそらくあのブログは削除しろというふうに言われてしまったかもしれません。吉村さんも私の投稿を、これを拡散をして、そして瞬く間に日本全国の、この100万円をですね、1日しか在籍がしてないのに、その月の分を全部丸ごと100万円もらえるというようなことが知れ渡って、そして吉村さんにもブーメランが跳ね返ってきたわけですけれども、でもそこでやはり維新というのは、そこをしっかり認めて、素直に正すべきところは自分たちも正していく、しかし批判を恐れるようなことでですね、改革を躊躇するようでは日本の政治は全く良くなっていきません。私たちはいろんなことをですね言う方がいます。そもそも私はおかしいと思うんですけれども、維新はそれより前から文通費の領収書というのは全員が公開をしていました。そしてこの公開の仕方について、いろんな批判をされる方がいらっしゃるんですけれども、でも私はおかしいと思うんですね。それ以前にほとんどの維新以外の国会議員は自分がどういったことにその文通費を使っていたのかということについて何の説明もしてない、領収書も全く公開してないんです。責められるのはそういった人たちであって、我々はいろんな
その文通費の使い道の問題とか法改の仕方の問題とかいろいろあるでしょう。しかし少しでも国民の皆さんの信頼をしっかりと勝ち取っていけるような政治制度にすぐに動かしていくんだということをやってきています。それを自民党は今回いろいろと文通費の領収書これを公開するとなるとこれ使い道の問題まで議論しなきゃいけないとか、まあ、いろんな問題が生じるんですよということで今回野党がまとまって文通費のこの日割りそして領収書の公開それから余った分を返納するというこの 3点セットは無理だととりあえず日割りだけでしませんかというようなことを、まあ、言ってきたわけなんですが我々はいやそれは国民が求めていることではないでしょうとこの間行われた世論調査においても領収書公開というのはもう国民の8割9割の方々がそれはすぐやれと言ってるわけです。そういった国民の声をしっかり聞かずに時間稼ぎをしようあるいはやる気があるのかないのかわからないけれどもとにかく時間がかかるというようなことで国民の皆さんに本当にそれで説明になっているのかということを私は思うわけなんです。ぜひ皆さんこれから私たちはしつこくやっていきます。このサラリーマンの皆さんにしても自分が領収書経費として認めてもらうためにはちゃんと出さなければいけません。そしてそれをチェックしてもらわなければいけない。このように当たり前のことをですね民間の皆さんやってるわけですが国会議員だけは領収書を発行しなくてもそれで例えば新橋でも銀座でも飲んでいても全くわからないそんなことが今までまかり通ってきました。私はそれはおかしいと思ってそれをですね、まあ、公にしたわけなんですけれども、そういったことができるのは、身を切る改革もしてきた、そして国民の皆様の当たり前の感覚を国会に実現するんだ、国政、政治で実現するんだということで、行動している日本維新の会、日本維新の会だけがですね、それを成し遂げることができると思っています。ですから、残念ながら、臨時国会の間にはこの問題は解決しませんでしたけれども、我々は、しつこくやっています。もちろんその他にもですね、様々に論じなければいけないことがあります。それは是々非々でやっていきますけれども、この政治改革について、国民の皆さんの感覚にしっかりと沿うような形で改革を進めていく。これ絶対に自民党が逃げることを許しません。しっかりと我々が自分たちも律しながら、国民のための政治ができるようにしていきますので、どうぞ、また今年もお世話になりました。私もですね、この1年生議員でありますけど大きな仕事をどんどんしていきたい。そして維新がですね、この政権を争うようになれば政治がどんどん大きくダイナミックに動いていく。そしてこの沈みゆく太陽のように勢いを失ってしまっている日本を元気にしていくために来年も頑張っていきたいというふうに思います。どうぞ日本維新の会そして私は隣の東京一区ですけれども小野泰輔をまた来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。小野泰輔衆議院議員熊本県の前副知事小野泰輔さん非常にわかりやすく今日も皆様にお話をさせていただきました。ぜひとも東京維新の会東京での日本維新の会の主役にご期待をお寄せいただきたいと思います。さあお待たせしました。今回の衆議院選挙もう一人東京から衆議院に送り込んでいただきました。小野さんは東京一区次は阿部司早稲田大学から外資系の IT 企業ヒューレットパッカードさらには青山社中有名な青山社中製作シンクタンクを経て東京12区北区を中心とした東京12区から衆議院に送り込んでいただきました。39歳阿部司衆議院議員お願いします。新橋駅ご通行中皆様こんばんは。日本維新の会の衆議院議員阿部司でございます。先般の衆議院選挙で東京12区北区足立区そして豊島区板橋区こちらの4区を含む東京12区から8万323票たまりまして比例復活当選国会に送り込んでいただきました阿部と申します。皆様今日ですね皆様に私がお伝えをしたいのは
自分たちを変えることもできない政党にこのまま日本を任せていていいのか、そうした政党にこの国を変えることができるのかということです。皆さん、我々日本維新の会は先般の衆議院選挙で41議席を賜りまして、おかげさまで今の政党の支持率、世論調査でも、まあ、2位もいただくような、まあ、各社、まあ、様々な、報道をなされておりますけれども、2位につけている報道も出ている、そうしたご期待をお寄せいただいております。先般先ほどですね、小野泰輔さん、同期当選の小野泰輔さんが声を上げて、文通費の問題おかしいじゃないかと、民間の感覚だったらありえないということで声を上げまして、こちらも改正の法案を出させていただきました。それだけではありません、皆さん、今のこの国会では特別委員会というものがあるんですけれども、この特別委員会、なんとですね、ほとんど開かれていないんです。拉致の問題ですとか、科学技術の問題ですとか、そして私も地方創生委員会に所属させていただいておりますけれども、委員長には1日6000円の手当がつく、そして公用車もつく、部屋もつくということで、まあ、非常にですね、いい待遇なんですけれども、これはほとんど行われていない、税金の無駄遣いじゃないか、我々の税金です、これおかしいじゃないかということで、我々日本維新の会からも声を上げさせていただきました。そしてですね、さらには皆様、昨今のこの10万円の給付ですね、18歳以下の皆さんへの18万円の給付、この問題もクーポンも配ったらどうかと、5万円クーポン、5万円現金のような形でやったらどうかということで、現場の声からはいやいやと、ね、事務費でクーポンを配る、この事務費だけで970億円もかかる、こんなお金をかけるのであればもっと困っている人たちに給付をした方がいい、維新からこういう提案をさせていただきました。実際の皆さんからも、ジムで今ね、3回目のワクチン接種のジムなんかで大変なのに、さらに負担がかかる、おかしいということで、これ声を上げたらですね、岸田総理が方針転換しまして、じゃあ各自治体に特に条件をつけずにもうお任せしますという、そうした言質を取ったんです。維新が騒いだこの影響がですね、着実に広がっております。このようなですね、提案をどんどん仕掛けていく、そして文通費の問題、特別委員会の問題、これはですね、国会議員がもう国会の中でもうみんなでこれやめよう、変えようと決断をすればすぐにでもできる問題なんです。なのにやらないんですよ。皆さん、ご案内の通り、私もですね、衆議院選挙では散々お訴えをさせていただきましたけれども、今の日本の状況、もうとんでもない状況です。30年間我々の給与は下がり続けて、私も選挙中ですね、若い方から給料が上がらない、でも社会保険料がどんどん上がっていって、もう生活も苦しい、皆さんご存知でしょうか、年金などの社会保険料の支払い、こちらですね、40年間で3倍近く上がっているんです。給料は30年間でもうどんどん下がりすぎて、社会保険料も上がりすぎて、手取りがますます減ってきている、韓国にも1人当たり GDP とうとう抜かれてしまった、もうね、本当はね、文通費100万円、こんな小さな問題で騒いでいる場合ではないんです。でもそこから変えていく、国会から改革をしていくことが日本の改革につながるんです。そのお力をですね、ぜひともこの日本維新の会にお与えいただきたいんです。我々まだ41議席で躍進したとはいえですね、そして法案の提出権ようやく得て、少しはですね、国会でのプレゼンス上がったんですが、まだまだです。これから来年の参議院選挙、そして地方統一選挙とありますけれども、ここでもっともっと議席を増やして、野党第一党に皆さんに押し上げていただきたいんです。そうすればですね、国会の改革をもっともっと進めて、日本のこのずっと停滞し続けている中で、本当に着手をしなくちゃいけない問題、
例えば労働市場改革、これもですね、規制緩和をしていけばもっと転職しやすくなって、もっともっと給料が上がるようなそういう市場を作ることができる。そして社会保障の問題、こちらもこの前の補正、今回失礼しました、この前の予算委員会では藤田幹事長からベーシックインカムのもっと導入をですね進めるべきだというような質問をですね岸田総理にぶつけさせていただきました。この本丸にぜひとも切り込ませていただきたい。もっともっとこの改革を進めさせていけるだけのですねお力をお与えいただきたいんです。直近では町田の市長選挙、そして町田市議会選挙、日野市議会選挙と2月にはまたですね選挙が控えております。皆様さらに維新をですね押し上げていただいて、国会改革、日本の改革を進めていくためにどうか引き続きのご支援のほどお願いを申し上げまして、私東京12区阿部司からの演説とさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。先ほどの文通費の小野泰輔衆議院議員とともに東京から2人目阿部司北区を中心とする東京12区から衆議院議員に送り込んでいただきました阿部司39歳衆議院議員でした。さあ皆様お待たせしました。あと国会議員は4名、来年改正を迎える女優でキャスター石井光子参議院議員と、そして今日はですね松井一郎代表と吉村博文副代表の新しい執行部新体制の封切り顔見せ工業というのもなりますけれども、幹事長と総務会長と政調会長が今下で控えておりますが、ちょっと2、3分時間ください。来年の2月の20日は東京の地方選挙、日野市議会議員選挙と町田市議会議員選挙、町田市長選挙もございます。まずは2月の20日日野市議会議員選挙に挑戦する伊藤英明さんから一言マイクを、持っていきたいと思います。ただいまご紹介に預かりました、日野市議会議員の伊藤英明でございます。今回2月の20日投開票、2期目の挑戦です。衆議院議員選挙のこの流れを止めるわけにはいきません。必ず当選してまた皆さんの前で挨拶できるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、東から挑戦をする伊藤英明、1期目の議員でした。さあ、同日ですね、町田でも市議会議員選挙行われます。そして、市長選挙も行われます。東京市の会としても市長候補を擁立することが決定しました。改めてご紹介しますが、その前に市議会議員選挙、まずは矢口真由、平成生まれ32歳2児の母矢口真由さん、お願いします。皆さんこんばんは。町田市議会議員、今1期目をしております矢口真由と申します。この度ですね、日本維新の会にどうしても入党させてほしいということで、熱い熱意を持って入党させていただきました。ちょっと時間は短いんですけど、最近私が地方議会でムカついたことを皆さんに話させてください。町田市では今2月に選挙が近づいています。こんな中で先日12月に議会が開かれました。そこに請願が、たくさん出されたわけなんですよ。市民の方から行政の業務を終わらせてほしい、こうしてほしい、そういったですね、市民の方から要望の声が寄せられたんですけど、このほとんどがですね、すべて継続審査という形になったんです。どういうことかと言いますと、普通はそこで私はこの議案に賛成だ、反対だと議員はしっかりと意思表明するんですけれども、選挙が近いので皆さんですね、どうやら自分の意見を言えないようになってるみたいなんです。でもこれっておかしいですよね。今目の前にある選挙のことを、票のことしか考えてない、一体誰が本当に松田市の未来を考えてるんですかって、でそういう人たちが議会で多数派通ってるんですよ。私はたった一人でもですね、しっかりと本当の政治をしていきたいと思っておりますので、皆さん応援をどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。いや、今鈴木宗男参議院にも参りましたが、あともう1分、もう2分お待ちください。町田市議選、やはり日本維新の会は地方から勝ち上がって、そして皆様の意見を反映していきます。尾関重太郎です。
や大物の演説の前にお邪魔して申し訳ございません。今度来年の2月の町田市議会議員選挙で日本維新の会から挑戦させていただきます。お通りかかり中の皆さん、皆さんがお住まいの地域の市議会、区議会、どのようにご覧になってますか？政治はピリッとしてますか？してないんじゃないですか？今日本維新の会は支持率で、野党第一党、まあ、そういった皆さんの期待を受ける存在にやっとなってまいりました。これからですね、私たち日本維新の会は何といっても皆さんが住んでいる地域を良くするための政党なんです。今回の町田市長選挙、そして町田市議会議員選挙、日本維新の会やります。皆さんのために働いてまいります。どうぞ皆さん応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ大関さんと矢口さんは下がっていただきまして、はい、さあ今日はですね、もう大物ゲストが続々と登場しております。今日のメインは松井一郎代表と吉村博文副代表の新しい執行部、若手の藤田幹事長と音喜多政調会長と柳瀬総務会長、今下に控えております、待っておりますが、その前にもう紹介する必要ないでしょう。本来ならば外務大臣、本来ならば総理大臣、鈴木宗男参議院議員です。お願いします。皆さんこんばんは。足を止めていただき、耳を貸していただき、心から熱く御礼申し上げます。ありがとうございます。皆さん、司会者は相当力入ってますね。何か本人が立候補するような感じですけども、こういう皆さん、若いバリバリの人材が日本維新の会にはおります。今お話しあったように、新しい体制で衆議院議員が共同代表になりました。幹事長が藤田さんといってまだ40歳です。そして政調会長は我が東京、皆さんの音喜多さん、38歳であります。そして同じく東京下る地盤としている全国区参議院比例区、柳瀬さんが総務会長です。皆さん、これだけの若いメンバーで政党になっているのは日本維新の会だけであります。日本維新の会には多くの良いな人材があります。もう私、鈴木宗男は過去の人ですから、これから私はこういう若い人を育てる、若い人をうまく押し上げていく、これが鈴木宗男の役割だ、こんなふうに思っております。どうか皆さん、今年の衆議院選挙、皆さんのおかげで衆議院は大躍進しました。来年は現職議員が5人の改選でありますが、5人の失笑はもちろんですが、さらにプラスして7人8人、なんとかですね倍増以上したい。そうすれば参議院で国会議員21人以上要すれば法案提出権が持てるんです。皆さんの声が、思いが国会に出せるんです。どうか皆さん、日本維新の会に力を貸してください。藤田幹事長、音喜多政調会長、柳瀬総務会長、ベストメンバーです。最高のトリオです。どうか皆さん、この若い将来ある人たちを先頭に押し立てて、我々日本維新の会頑張っていきますので、どうかどうかよろしくお願い申し上げて、マイクを譲らせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もう声を聞いただけで誰でもわかる鈴木宗男参議院議員でした。さあ今日は神奈川からも、神奈川1区、先ほどは東京1区の大野泰輔さん、続きまして神奈川1区の浅川義晴さん、横浜銀行から衆議院議員に選出されました。どうぞお願いします。ご紹介ありがとうございます。
神奈川1区横浜市から応援に参りました。横浜市からこちら東京まで通勤のこれから帰られる方いらっしゃいましたら、ぜひ神奈川1区の浅川義晴です。神奈川横浜にも維新の火がついていることをぜひお知りください。東京のようにこういう街宣車で大きな演説会はまだできておりませんが、神奈川1区の私浅川義晴と神奈川10区の金村大吉、現在2人の衆議院議員が日本維新の会をおります。来年の参議院議員選挙に向けて議席の獲得、そして比例区の候補者の発掘、そして当選頑張ってまいります。そしてその先にあるのが再来年の統一選挙。私も昔横浜市会議員をやっておりました。現職の銀行員で市会議員選挙に立候補して当選したんです。日本で多分史上初めてです。そして1期4年間やった後ずっと落選し続けて14年間半衆議院選挙に立候補したら比例区ですが当選しました。4連敗して14年半選挙戦を負け続けて衆議院選挙に当選したというのも多分私が初めてじゃないでしょうか。日本維新の会はこういうことがあるんです。一生懸命信念を連れ抜いていけば日本を変えるために私も立ち上がりましたが、今こうやって集まっていただいている方、マイクを聞いていただいている方、ぜひ参議院選挙でも統一地方選挙でもよし、じゃあ自分もやってやろう、そう思っていただいた方はぜひ今緑のジャンパーを着ているスタッフたくさんいますのでお声かけください。そしてチラシをお受け取りください。簡単ですがご挨拶にさせていただきます。神奈川1区の浅川義晴でございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ残すところあと4名となりました。来年改正を迎える、まずは石井光子、女優でキャスター、 TV タックルでもおなじみの石井光子参議院議員にマイクを渡したいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。皆様こんばんは。ありがとう、手を振って応援してくださってありがとうございます。日本維新の会全国比例代表の参議院議員石井光子です。本当に年の瀬が迫ってまいりました。今年は大変な1年でしたね。コロナももちろんのことです。そして皆さんには大きな選挙があった。まあこの衆議院選挙でこんなに日本の皆さんがコロナを考え、そして政治はどうあるべきかと自分の生活に照らし合わせて考えた選挙、珍しかったんじゃないでしょうか。中でも総理大臣、もしかしたら女性がなるんじゃないかという大変周りを賑わした総理大臣の選挙、総裁選というのがありましたね。そして岸田さんになった、10日もしないうちに解散となりました。さあここで日本維新の会がすごく注目されたわけですけれども、そこには自民党がもしかしたら力を弱めてきてしまっているのではないか、このコロナの政策があまりにも後手後手だったという印象を有権者の皆様に与えてしまったのではないかと。そしてその他の、まあ、立憲民主党たちがですね、野党一党になろうとして選挙のための、選挙のためのという共闘を結んだということが、ちょっと有権者の耳にはですね不愉快に感じたという結果、いろんな動きがありました。で、日本維新の会は関西を中心に大阪なんか全勝です。全勝という、まあね、選挙区で全部勝ち上がってくるという成績を収めて41人という数になって上がってきた。そして私は参議院議員ですから、次の臨時国会というところでどのくらい変わるのかなと思って予算委員会を見ておりました。まあ質問時間が長くなりますね。そうすると当選してきたスターたちが後から後からバトンリレーのようになって登場してくるわけです。小野さんが、東京の小野さんが登場してくるとか、藤田さんが登場してくるとかね、本当に若い人たちが関西の方から初めてマイクを持っているとは思えないほど堂々としゃべる。このね、日本維新の会は世代交代ではないんです。大きな若い力がもっと押し上げていくという感じがしています。日本の皆さんは今この政治が
税金の使い道を示すことができる正しい政治に変わっていってもらいたいと、大きく変わっていってもらいたい、何か維新がワクワクすることをやって大きくなっていってもらいたいと感じているんだと思います。それが10万円のクーポンにするのか、5万円のクーポンで5万円現金にするのか、はたまた全部10万円を現金にするのかというようなことについても、維新は何て言うだろう、そのように注目してもらえるようになりました。文書交通滞在、通信費ですね、文通費と言いますが、これを言い出したのが維新の新人の当選した人であって、それが今までだったらそんなに話題にならなかったかもしれないけど、ここに来てコロナですから、コロナで皆さん税金、これで暮らしている議員の人たちに疑問を持ったわけです。失業する人も派遣止めになる人もいたわけ、とりわけ女性は大変だったわけです。そういった注目の中の結果がこの100万円の文書交通費だと思います。ボスが終わります。私たち日本維新の会は地元から政治を起こしていくという、そういう政党です。皆さんぜひ東京都の武蔵野市のあの外国人に参政権を与えることになるかもしれない住民投票の条例、これがどうして覆ったのかということもよく後で調べてみてください。私たちは困っている人たちに手を差し伸べる消費税減税法案、そして地域から政治を起こしていく地方分権、最後に最初からの一丁目一番地の身を切る精神ですね、身を切るスピリッツをずっと参議院選挙でも言い続けてまいります。参議院選挙、全国から21人を必ずゲットする中に、私も女性議員として現役の女一人ですから、全国比で絶対に勝ってまいりますので、どうか応援してください、どうか応援してください。ありがとうございました。石井瑞子でした。ありがとうございました、今日も長時間お付き合いいただきましたけれども、あと10分あと15分さあ、お待たせをしました。松井一郎代表と吉村博文副代表、吉村博文副代表の新体制新執行部、党三役座り組、今土俵に上がってきたのが藤崎幹事長、柳瀬博文総務会長、音喜多駿政調会長です。さあ早速ですが、まずは柳瀬博文総務会長、東京市の会代表、党本部の総務会長に抜擢されました山形代表組参議院議員、お願いします。ありがとうございます。本当にですね、この新橋にも多くの方がお集まりいただけるようになりました。本当に感謝申し上げたい。そしてこの1年間ですね、私たち日本維新の会に本当に大きなご支援をいただいたこと、心より感謝申し上げたいと思います。今日ここにですね、初めて審査員役として、初めての凱旋をさせていただきたいと思います。皆さんありがとうございます。私はですね、本当覚醒の感がありますよ。東京の維新が立ち上がってから約10年となろうとしておりますけれども、まさか私がこのような総務会長という大役をいただくことになるとは思っていませんでしたし、また私の盟友である音喜多駿が日本維新の会の大政調会長ですよ。皆さん本当にありがとうございます。そして大阪を代表する40歳の史上最年少幹事長藤田文武さん、皆さんこの3人で日本維新の会も変わっていきますよ。そしてこの国を必ず変える、どうかお力をお貸しいただきたいと思います。国会の話を少しさせていただきますと、まあ広いようですね。皆さん見てたでしょ、文通費の問題、そこにいる、あ、いないですね、小野泰輔さんがこれおかしいよ、あっち言います、小野泰輔さんね、あちらでビラ配ってますけど、この文通費おかしいよ、こっから全て始まったんです。皆さん誤解しないでください。私たち日本維新の会はきっちりとですね、
領収書の公開ずっとやってきたんでしょ。皆さん、私たち日本維新の会だけなんです。この文通費の使い道しっかり明らかにしていこう。この10年にわたって2012年からこれやってまいりました。どうですか皆さん、この国会の手たらく、領収書の公開一つできない。皆さん、経費使ったら領収書をつけて会社に請求する、当たり前のことですよ。でもこの当たり前のことが当たり前にできない、それが今の日本のこの国会の姿なんです。全部皆さんの税金ですね。ここにいらっしゃる皆さんの朝から晩まで働いて働いて働いて納めていただいた一支援一支援の税金がこんな使われ方をしている、これが国会ですよ。だから皆さんのこの膨大な税金もろくな使われ方してませんよ。今回決算の質疑やりましたけどね、皆さん、この国で令和2年度に集めたけれども使わなかったお金、どれくらいだかご存知ですか。これね、30兆円ですよ。30兆円税の徴収したんですよ。でも使えなくて繰り越しになるのが30兆円、そして不用額、もう全く使えなかった金額が3兆円ですよ。おかしいじゃないですか。皆さんから税金集めて皆さんに配るんだ配るんだ配るんだ、いろんな補助メニュー作って、でも配りきることはできなかった、お金は余っている。皆さん、こんなね非効率な政府はありません。このようにお金が余ってしまうんだったら、最初から皆さんの手元にしっかりと現金を残せばいいんです。それが一番の経済対策ですよ。だから私たち日本維新の会は消費税の減税、ここにいる音喜多さんが中心となって法案を作りましたけれども、私たちは消費税の減税、皆さんの手元にしっかりとお金を残して、皆さんが自由にお金を使っていただく、消費に回していただく、これこそが大事なんだ、このことを訴えております。まず政治家が変わらなければなりません。私たち日本維新の会は身を切る改革を徹底する。まず政治家自らがお金の使い道を改める、そこからこの国の改革に切り込んでまいります。どうかこの新三役、まだまだこれからですけども、日本維新の会にご期待ください。来年もしっかりと訴えてまいりますので、どうか日本維新の会、東京維新の会にご支援を賜りますよう、心からお願いを申し上げまして、私柳瀬博文のお訴えとさせていただきたいと思います。あら、皆さんどうぞよろしくお願いします。続きまして、さあやってまいりました、今回史上最年少政調会長、就任をさせていただきました音喜多駿、音喜多駿からお伝えしますので、よろしくお願いします。新橋駅前をご通行中の皆様、こんばんは。やってまいりました日本維新の会政調会長に就任させていただきました参議院議員の音喜多駿と申します。維新に入ってからまだたったの2年間です。そして2年前、この維新の仲間に加えていただくとき、さまざまな議論があったことは承知をしています。音喜多駿、あんなやつで大丈夫かと、ああすぐ政党を変える人です、また裏切るんじゃないのって足立康さんが言ってましたよ。足立さんにも言われましたけど、でもですね、そんなね、維新は本当に懐が広い政党で、私を受け入れてくださって、そして前政調会長の浅田仁参議院議員の薫陶を受けまして、今年は衆議院選挙のマニフェスト、政権公約も一手に担って作らせていただきました。ありがとうございます。そうした功績もフェアに認めてくれる、実力があれば年齢も維新歴も関係ない、しっかりと登用して日本を政治を変えるための即戦力として活用する、採用する、それが私たち日本維新の会なんだと
年功序列で凝り固まったこの日本の政治を変えられる唯一の政党、それが日本維新の会であると皆さんにも今回の人事でよくお分かりいただけたと思います。ありがとうございます。そして私からも政調会長ですんでね、一点だけ政策の話、国会の話をさせていただきます。私も先週新体制になって初めて予算委員会の質疑で岸田内閣総理大臣との論戦に立たせていただきました。岸田内閣総理大臣、いい人ですね。とってもいい人でした。本当にね、聞く力もあるんだと思いますよ。メモも一生懸命取って、うぐうなずいて、丁寧な答弁をしてくださる。もうね、寝返っちゃおうかなって思ったんですけどね。でもね、聞く力といい人であることと、そして政治の能力はまた別物なんですよ。今の自民党政権、岸田政権には問題が山積みですよ。その一つが公文書の改ざん問題。私たち日本維新の会は安倍政権にも菅政権にも是々非々時には高く評価もしてきました。自民党の補完勢力だと言われたこともありました。でもそんな我々日本維新の会がこれだけはあかんと、これは絶対ダメだと言ってきたのが公文書の改ざんと廃棄ですよ。なぜならば行政文書、公文書というのが、そして情報公開というのがこの国の民主主義のまさに大基盤、民主主義の根幹だからです。行政や権力者が正しい情報をしっかりと公開しなければ正しい政策はできないのはもちろん、何回選挙をやったって皆さんが正しくリーダーを選ぶことはできません。だからこの公文書の管理、情報公開というのは決定的に重要なことなんです。ところがです、先週ですか、またも改ざんが発覚です。国交省が統計データを改ざんしていた。しかもその改ざん方法は鉛筆で書かれた文章、消しゴムで消して新しいデータを書き加える、こんなことが今の日本政府の中ではまかり通っているんですよ。こういう日本の政治の在り方、行政の在り方を変えていかなければいけない。まずは何より公文書もしっかりデジタル化をする。ところが日本のデジタル化、公文書はたったの 15% ですよ。 15% しかデータで保管していない、圧倒的に遅れている。こういう状況も真剣に変えていこう。そしてフルオープンで全部情報を公開して皆さんに見てもらおう。大転換がこの国には必要なんです。私たち日本維新の会はまず会より始めようです。今回の新体制が発足しました。ちょっとさっき悪口言いましたけど、足立康史国会議員団政調会長が誕生してから国会議員団の全ての会議、まあ、ほとんどの会議をフルオープン、ネット中継も入れて皆様に見ていただく、有権者の方々に審判を仰ぐ、こういう活動も徹底的に行っています。まずは情報公開を徹底していく。そして岸田総理には公文書の管理、情報公開を徹底してやってもらう。そのためには日本維新の会、もっともっと皆さんのお力で大きくしてください。衆議院では第3党、今回第3党になりました。参議院、次は参議院選挙です。東京からは石井光子参議院議員も挑戦予定です。皆さんの力で議席を2倍3倍いただければ、必ず見たことのないようなこの国の新しい政治を皆さんにお見せをいたします。どうぞ皆さんの力を日本維新の会に賜りますようお願いを申し上げまして、私新政調会長音喜多駿からのお訴えさせていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。ありがとうございました。ただいまのお伝えは日本維新の会政調会長音喜多駿からのお伝えでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん大変、お待たせをいたしました。ありがとうございます。この日本維新の会、新しく幹事長に就任をいたしました。4歳藤田文武幹事長からお伝え申し上げます。よろしくお願いします。新橋駅周辺の皆さん、こんばんは。
ただいまご紹介いただきました衆議院議員、そしてこの度日本維新の会の幹事長を拝命いたしました藤田文武でございます。皆さんどうぞよろしくお願いをいたします。皆さん、私ね40歳なんです。そして衆議院議員2期目、3年しか議員経験ないんですよ。そしてね、秘書経験もありません。地方議会もありません。まあ民間の経営者やってたんですけど、まあこういう人間が、若い人間が、そして経験の浅い人間が、こうと第3党の幹事長に就任するというのは、まあね、永田町の常識ではもうありえないというふうに言われてます。まあね、悪口なんかも言われますよ。若造に何ができるんだと。でもね皆さん、これね、私の仲間や多くの支援者の人に言っていただいて嬉しかったことは、維新の会は本気でこの国を変えようとしてるんだなと言っていただけました。皆さんね、考えてください。コロナで多くの会社、民間企業はものすごいスピードで変わろうとしてますよ。変わらなければ潰れてしまうから、ものすごい危機感がある。でも日本で一番変わらないところはどこですか？国会ですよ。そして行政ですよ。まあなんと変わらないことか。そしてね、世の中のありとあらゆるところで若い人頑張れと、若い人間に託していこうと言いますよね。でもね、多くは特に我々の相手である自民党さんも、まあ奇数や年齢とかいろんな事情で人事が決まるんですよ。でも維新の会、私みたいな若造に幹事やれと言うんですよ。これ驚きじゃないですか皆さん。本当に若い人間に任せて、そして我々の先輩方がもうみんなね、決まった後電話くれて、本当に頑張れよと、全力で支えるからと言っていただいてるんですよ。なんと素晴らしい組織で、そしてなんと素晴らしい松井代表、馬場代表のリーダーシップかと私は思いました。だからね、私がこうやって大役いただいたからには、この日本の国を、そして自民党のたるんだところを変えていく、本気で変えていくということをやらせていただきたいんです。皆さんね、文通費の件、文書通信交通滞在費といって100万円月に振り込まれるんですけどね、これ領収書もいらないから、みんな自民党のいや他の他党の皆さん何に使ってるかと思います？それはね、わからないんですよ。でもね、おそらく子供のご飯代とかおもちゃ代とかに使ってる人山ほどいるんですよ。そういうことをね、私たちはずっと言ってきて、自主的に何を使ったかを領収書の公開ずっとやってきました。でもね、誰も見向きもしてくれませんでした。それはなぜかというと、衆議院議員選挙の 前まではたったね10人しか衆議院議員いなかったんですよ。10人、まあね、ほとんど無視されて、自民党も公明党さんも、まあその他の政党も、まあ10人しかいない維新の会は黙ってろと言ってたわけですけれども、これがね4倍になって41名になりました。そしたらね、無視できなくなって、そしてメディアの方も今日来てご覧になりますが、まあいろいろ私たちの発信を取り上げてくださるようになりました。だから今こうして法案も出せて問題提起ができるんですよ。でも皆さん、私たちの倍の数が立憲民主党、そのさらに倍以上が自民党なんです。だから変わらない。これ文通費はね、結局皆さんどうなるかよく見ておいてください。領収書は公開しないと言って自主公開もしないのが自民党、まあ一貫してますよね、絶対嫌だと。立憲民主党さん、領収書公開しろという法案を出しました。でも自主公開はやりません。やれと言ってやらないのが立憲民主党。我々はずっと公開してきて、そして国民民主党さん一緒に法案出したの、やりましょうよと言ったら、当たり前じゃないですか、やりますよと言ったのが国民民主党。全然やりたくないからやるとも言わず、実際やらない自民党は、まあ潔いですよね。議員特権は当たり前と思っているのが自民党。
口だけでやれやれ言って自分たちがやらないのが立憲民主党ですよ。だからね、こういうおかしなことを私たちは変えないといけない。それには皆さんの力が必要。今回私もね、予算委員会立たせていただきまして、さっき岸田さんいい人だなっていう話ありましたね。私もいい人だなと思いました。そしてね、岸田さんのお父さんはね、文武さんっていう名前で、私と同じ名前なんですよ。私藤田文武なんです。まあそんなね、親近感をちょっと湧いたんですけど、いろいろ議論させてもらってね、確信しました。今の岸田政権、ちょっとね、統治能力に問題あるんじゃないかと思いました。その一番思ったことはね、新しい資本主義、皆さん新しい資本主義してますか？岸田さんが一番旗頭に掲げて公開討論会やってましたね。自民党の総裁選でも新しい資本主義を作るんだって言ってましたよね。皆さん、じゃあ新しい資本主義説明できる人いらっしゃいますか？それでね、どういうもんなんだと聞いたんですよ、岸田さんに。じゃあ何て言ったか分かりますか？今から会議作って考えますって言ったんですよ。おかしくないですかこれ。そしてね、令和版所得倍増計画って言って、総裁選の公開討論会でバンバンアピールしてたの、岸田さん。それはね、所得を上げようっていうのは私大賛成、私たちもそれを一生懸命やりたいと思って改革案を出してるんですよ。でも皆さん、言うのやめました。いろんなこと批判されて言うのやめたんですよ。なんでですか？腹を決めて本当に皆さんのお給料、賃金を上げていくということを私たち政治家がやらなければならない時じゃないですか皆さん。そういうね、まあ言葉だけ、言葉遊びだけでね、この国は、我が国は良くなりません。そして極めつけが10万円ですよ皆さん。10万円でドタバタ劇、情けないと思いませんか？クーポンで経費いっぱいかかる。クーポンにしたら、まあ子育て支援なのに3月4月の入学時期には間に合わないって言って、そして自治体が苦しんで市町村から配られますからね。市町村はもう嫌だ嫌だと言って、それで声を上げたら、まあ現金でもいいよってなったんですけれども、そういうね、ドタバタしてるぐらいだったら私たちは消費税の減税やりましょうよと。簡単なんですよ、消費税を 5% に下げて。そしたらね、不公平もないんですよ。今回10万円、皆さん子育て世代ですよね、1000万円以下の人もらえないけど、夫婦で1800万円の人もらえるんですよ。こういうね、不公平なことばっかりやってきたのがこの2年間。つまりね、日本の国には誰がどの程度お困りになっているかを把握する手段がないんです。そしてそれをうまく支援していく手段もないんですよ。だから毎回毎回いろんな支援があったら不公平だなっていう声が聞こえてくるんですよ。そういう公平公正な支援を素早くやれる仕組みを作りましょうよと、私たちは改革やりましょうよと言ってきました。皆さん、衆議院選挙改革をやりましょうと言ったのはほとんど他の政党はありませんでしたよ。改革を言わずに、まあばらまき、いろんなところに政府や行政がね、本当に必要なところにお金をこうやって渡したら経済がね、良くなると思っているのが岸田政権なんですよ。皆さん、戦後こうやってここ直近30年間 GDP は伸びない、賃金は下がり続け、でもみんな不安だから貯金は溜め込んでるし、企業もたくさん内部留保が溜まってきて、市場に勇気を持ってチャレンジしようという人が少なくなっているんです。でも個別を見たら、貧富の格差、貯金の額とか結構差がついてきて、格差が広がりつつあるんですよ。こういうことをチャレンジできる社会に大改革しようというのが私たちの考え方ですよ。そのためにはね、問題提起をどんどんやって表で議論しないと。岸田さんね、いい人だけど、自民党の総裁選4人立ってね、河野さんが年金の問題言って実は叩かれたんですよ。でもね、年金の問題は避けて通れない問題。皆さんね、年金は若い人、僕40歳ですよ、まあもらえないんじゃないかなと思ってますよ。そしてやることといえば、皆さんの保険料は上がります、毎年上がります。
そしてね、もらう側で言ったらもらえる額減りますよ。そして支給開始年齢、もらえる年齢どんどん上がっていきます。おかしいなと、これ自民党も厚労省も言ってますから、そういう持続可能じゃないかもしれない制度を改革しようというのは全員思ってるんですよ、今国会で。でも皆さん、選挙で自民党がマニフェストに年金のことをほとんど書きませんでしたよ。でも皆さん、保険料上げられますよ。おかしいじゃないですか。そうやってね、選挙で真正面から訴えて、そして本当に必要な改革をやっていくにはエネルギーが必要で、でも私たちに今回少しだけお力をいただいた、この力をね、もっと大きくさせていただきたい。皆さんの声を大きくしていただいて、この日本の改革をぜひ私たちにさせていただきたいんです。自民党さんはね、現状維持微修正、それに対抗するのが立憲共産党なんですよ。このどちらも期待できないという声をもっと上げてください。それを私たちが受け止めて、この日本の変わらない国の政治を変えさせていただきたい。ぜひ皆さん、日本維新の会、私たち若いメンバーでこれからどん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 自民党のダメなところ表でやりますから、悪口じゃないですよ。スキャンダル追及とか足の引っ張り合いとかでもうどうでもいいんですよ。政策論でガチンコの勝負をできるのは私たち維新の会でございます。ぜひ皆さん、日本維新の会、日本維新の会にお力を与えてくださいますよう心からお願いを申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。本日は日本維新の会新党三役、初めての党委員外選、幹事長は藤田文武、40歳の藤田文武、政調会長は私音喜多駿、38歳の音喜多駿、そして総務会長は柳瀬博文、47歳少しお兄さんの柳瀬博文。この若い力、新しい力で私たちがこの国を変えていきます。この国の改革を前へ前へと進めていく、それが私たち日本維新の会、日本維新の会、日本維新の会。どうぞ皆様のご支援を賜りますようお願いを申し上げまして、本日の新橋会見を終了させていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。ありがとうございました。この写真撮影しますので、特別動員の皆さんは今の配置についてください。あと、あの我々3人ちょっと写真撮影タイムでマスクを取ってください。あ、写真、あ、もう一回撮ります。あと、あ、さっき撮った。じゃあ、あの上の3人だけ撮ります、すいません。ありがとうございました。今日も長時間にわたりまして、日本維新の会の街頭活動、ありがとうございました。今日はもうまさに相撲の千秋楽、今日が今年の最終日、千秋楽の党三役最後に、藤田文武幹事長、音喜多駿選挙会長、柳瀬博文総務会長、今年も1年間お世話になりました。来年は寅年、寅のように日本維新の会の勢いをさらに増して、皆様の生活が少しでも良くなるように努めてまいります。それではまた来年1月よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。